中に入れたら可愛いかな。おー、いいね。プラス J って少しお高い商品が何点かあるんですけど、これ、あ、後ろ可愛い。値段が5990円で、お、南雲風花です。今回はじゃん、ユニクロのプラス J 商品をご紹介していきたいと思います。そしてなんと今回はユニクロさんとのコラボ動画です。いつも以上にたっぷりご紹介していきたいと思います。プラス J みんな買ったことありますか？やっぱ普通のユニクロ価格よりちょっと高いから、いつもアウターとかめっちゃデザイン可愛いけどどうしようかなーって悩んでたんですけど、今回はどんとたっぷりアウターも含めて全部で23点購入してきたので、サクッといっちゃいます。で、第2弾のプラス J アウター発売が12月3日で、本当に昨日届いたんですよ。プラス J の商品本当に人気で、私悩んでる時に、ああ売り切れたとか言うの多くて、みんなに早く紹介したくて、朝一に散歩がてらアウターを何点か着て、あ、これいいねとか気づいたこともあるのでご紹介していきます。プラス J が今回最後らしくて、なんかそれもあってみんなに紹介したい。それではすいません、遅くなりました。やっていこう。はい、まず1点目がロングダウンコート17,900円で、カラーがダークグレー、ブラック、ブラウンがあります。これオリーブっぽい色やけど、これがブラウンです。私はブラウン購入しました。ねえみんな、これ私本当に大好きなんですけど、しかもお値段が1000円なんですよ。スムースコットンストレッチタートルネックティー、お値段が1000円。え、1000円ってすごくない？税込み1000円なんですけど、これ大好き、2色買いしました。タートルネックでニットじゃないの珍しいよね。この感じすっごい使いやすい。コットンテーラードパンツ、お値段が4,990円。お色がブラック、オリーブ、ネイビーあるんですけど、ちょっと今見るとネイビーが完売状態になってて、でも私オリーブが一番好きなんですけど、オリーブあってよかった。じゃん、合わせるとこんな感じです。ね、私さ、みんなまたかよって思うけど、最近足がコンプレックスで結構オーバーめの黒パンツとかよく履いてたんですけど、このテーパードパンツにブーツ合わせが好きすぎて、またこの格好です、すみません。これにこのね、絶対可愛いやん。あ、これマジあったかい。こんな感じでいいね。パンツ合わせどう、みんなどう？色はこっちがオリーブでこっちがブラウンなんですけど合うね。今ね、外雨降っとるんやけど、めっちゃあったかかったよこのダウンで。何より軽い、これ軽い。みんなにどうやったら軽さ伝わるやろ。いきます。伝わる、この軽さ、この軽さ伝わりますか？みんなポケットもしっかり、ここと、ここ、大きいポケットがすっごいあって、めっちゃ助かってます。私は157センチで、S サイズにしてちょうどよかったです。こうやって、中に調節できるって、よくないですか？ウエスト部分が調節できるんですよ。どうしてもこんぐらい長さがあると、着られてる感出ちゃうんですけど、後ろがちゃんとウエスト絞れるから、こんな感じで。着られてる感が出ないのもいいよね。タートルネックチラって見えるのも可愛いね。見て、ここの後ろポケットがちょっと可愛くないですか？サイズ感は私は58にしました。夏ももちろん履けるし、オールシーズン履けるパンツやね。いいね。次、ドライクロップドスウェットシャツ、お値段が3,990円。ワインとかナチュラルがちらほら完売してて、ブラックも急がんといけんので、肘の部分がこんな感じでちょっとデザイン性があったりして、ちょっと着替えてきます。少し軽めのこういうプリーツスカートとかって静電気になりやすいんですけど、このヒートテックレギンス履くとあったかいに静電気がなんなくて、めっちゃおすすめ。ちょっと着てきます。私はこの丈感のヒートテックレギンスが履いてます。マジで使える。これ中にレギンス履いとるけど静電気もなく、ふわっと感があって、ちょっと下見えるのでロングブーツ合わせしてきます。じゃん、こんな感じでロングブーツ合わせしました。かわいいね。ロングブーツってミニスカ履かんといけないとか持ってる方にこの合わせしてほしい。かわいいよね。どう？スウェット合わせで楽ちんやけど、このプリーツスカート合わせることによって上品になるね。このボリューム感伝わる？ここ閉じてフードすると結構深くて、なんか雨降った時顔に全然当たんないレベルのフードの大きさです。いいね。こんな感じで
次、レザーショルダーバッグ9990円。水入れてみると全然余裕があるのと、ここが留めるとこあって使いやすいのと、本当にやっぱ冬って何気荷物が多くなったりするから、こういうね財布とかカメラとか携帯とか入れても全然余裕なんですけど、斜め掛けにして黒い帽子かぶって、じゃん、オールブラックコーデ、かわいい。このバッグのサイズ感ちょうど良くないですか？斜め掛けにしても可愛いけど、こういう感じで、あ、短くしてみよう。こういうコートに斜め掛けするの可愛いよね。長さ調節ここはめるだけ、こんな感じです。これどんどん使っていこう。はい、お次はダブルフェイスノーカラージャケット、可愛い、こんな感じです。お値段が 14,900円、カラバリがブラック、レッド、ブラウンございます。さっきの白と合うね、かわいい。ちょっとパンツ合わせしてみよう。どう？パンツ着てみるとこんな感じです。ここがファスナーじゃなくて全部ねボタンになってるんですよ。で、サイズ間違えたかなと思ったけど、これ自分の好きな位置にサイズ調整できたり、なんかご飯いっぱい食べた時とかめっちゃ良くない？この紐がついてます。私あんまりベルトしない派やから、こういうのすっごい助かります。え、いいね。あとびっくりしたのは、触り心地いいと思ったらカシミヤが入ってました。すごい、だからめっちゃあったかい。うん、いいね。次、この赤めっちゃ可愛い。ちょっと濃く、リップを濃くしよう。いつも通りやったら黒を選ぶけど、今回赤着てみたらね、あ、暗い。見て、赤着たらめっちゃ色味良くて、で茶色とすっごい相性良くて、靴はこんな感じでロングブーツ合わせです。これインスタに載せたコーデ。こちらの、え、このトップスめっちゃ可愛いな。ファインゲージカシミヤクールネックセーター、お値段が9990円。このニットでめっちゃ高いやんって思うじゃないですか。カシミヤ 100% なんですよ。プラス J らしい、こういうデザイン性も可愛いよね。え、ちょっと青も欲しくなってきた。レイヤードされてるように見えるの、わかるかな、こんな感じになってます。最近したお団子が好評だったのでお団子します。なんかあの日寝癖がすごくて、ただ手ぐしでバーってまとめただけのお団子やから、ちょっとみんなにもやってほしい。太いゴムを用意するだけです。で、なんかくるくる巻きつけてぐるっと、でこのゴムで留めるだけ。こんな感じです。エクストファインメリノブレンドロングワンピースです。お値段が5990円で、お色がダークグレー、ブラック、レッドあります。これさ、あったかいけどごついニットじゃないから、こういうジャケットにも合わせやすそうね。どう？見て、おっきい、じゃーん。カバンも購入したんやけど、カバンやけどこんな感じで箱で届きました。で、そこでね、ドン、おお、プライベートでも可愛いけど、お仕事用バッグとか大学バッグとかでも良さそう。パソコン余裕ってめっちゃいいね。もう大きいバッグ合わせ可愛いね。ボタン閉めたらめっちゃ可愛くないですか？こんな感じで、ボタン閉めても可愛いね。パンツとこのボタンを閉めてタートルネック、え、絶対可愛い。じゃん、どうですか？可愛くない？黒とブラウン合わせ、出勤コーデでもいいかもしれない。このね、ジャケットがコートにも使えるし、ジャケットにも使えるし、で、私いいなと思ったのが、裏返した時に分厚いニットとかでも着れるように、お袖のところ裏地がちょっとここだけ薄めになっている、ナイロン素材になっているのが、だからこれ本当に着やすい。いいね。次、ダブルフェイスピーコートを購入しました。さっきのジャケットに比べたら、やっぱピーコートの分重量感もあってすごい分厚いです。比べてみよう。ポケットいきます。ここすごいね、深いポケットがついてるのがいいね。で、このパンツもプラス J 商品で、ここがプラス J になっとったり、ここめっちゃ可愛くない？
この革バッジがプラス J って書いてある。このお値段で買えるのマジですごいよ。お尻のラインも全然もやけどすごい綺麗です。糸がオレンジの糸なのも可愛いよね。ね、みんなこのタートルネック二色買いしてもありかも。私この動画でめっちゃ使っとる。あ、白可愛い。じゃん、ネイビーと白合わせめっちゃ可愛いね。こっちの方が冬っぽくて可愛い。はい、ちょっと着替えてきました。どう？あ、そう、こちらが私の大好きなヒートテックスマートスリムストレートパンツです。本当に名前の通りヒートテックであったかいけど分厚くないのにあったかい。すごくない？差し色にしたい時マジでこのプレミアムクルーネックセーターおすすめです。ネビタ合わせかわいいね。次、このシャツめっちゃかわいい。あ、ちょっと分かりやすいように結ぼう。え、めっちゃかわいいよこれ。首元に紐がついとってちょっとこじゃれた感じのシャツです。シルク包帯ブラウス、お値段が14,900円。これがダークグレーのお色なんですけどブラックもあります。ブラウスやけど首元しっかり出とるからこの冬はタートルネック合わせとかでも可愛いんじゃない？ちょっと着てみよう。え、可愛い。可愛いね。このタートルネック、いや、ごめんなさい。みんな、ごめんなさい。本当にクルーネックっていうが使いやすすぎて、今回も使ってます。全身こんな感じです。どうですか？お顔に近いだけあって、なんか白のもの持ってくるとお顔明るくなるね。どう？コート合わせ。切れ目系になるよね。中がおしゃれブラウスやからピーコートやけど子供っぽくならない切れ目系に見えるピーコートやね。ボタン閉めるとこんな感じです。どう？厚さ伝わるかな。厚さ結構厚い。結構上質なね、生地感やからちょっとだけダシッと感はあるかもです。でもその分めっちゃあったかいよ。次、これ私今こういう感じでダラーンってしとるけどちょっと太いからリボンの感じ可愛くない？次見て。なんか私的可愛いポイントはシャツやけど、やっぱりシャツってきっちり感が出ちゃうじゃないですか。ここがね、ボタンがこんな感じで隠れてるのと、あとここ袖部分がちょっと大きいところもなんか可愛くない？普通のシャツよりちょっとおしゃれ感が出るっていうかデザインが可愛いよね。スーピマコットンスタンドカラーシャツです。で、カラーシャツいいね。ブルーとかベージュもあって、あ、そうそう、あとここがスリット入っとるのも可愛いよね。じゃん、カーディガンを着ようと思って。うわっ、どう？色味めっちゃ可愛くない？この青っぽい、ちょっと下開けようかな、ゆるっと。え、可愛い。ニットの色味伝わる。こんな感じでここにポケット2つついとるのと、チクチク感全然しん。これパンツはストレッチのパンツで、あ、ちょっと長いかな、こんな感じでちょっと長めです。買った時に裾直しするのおすすめかも。シャツをちょっとチラ見せする感じ可愛いね。こんな感じで合わせてみました。ストレッチパンツは本当にストレッチ効いとって使いやすい、楽ちんです。座った時とか足曲げた時とかで、アウター着てみると、今回は大きめのアウター。お、これあったらなんか雨とか雪入った時全然違う、中に入ってきにくいのがめっちゃいいね。これかわいい。かわいくない？このなんかゆるっと感めっちゃかわいい。ダウンの質感とか丈感とかもちょうどいいね。お尻が隠れる長さで、長すぎず短すぎずでめっちゃいい。どうですか？こちらのダウンがダウンボリュームジャケット、これはめっちゃおすすめ。チャックのところがプラス J で、チャックも本当にしやすくて、ん？見て、首まであるのいいね。めっちゃあったかい。なんかフードがないからさっきのアウターと比べてちょっとすっきりするかも、締めた時とか。でボリューム感もちょうどいいボリュームです。なんか一番最初のダウンとの違い一緒に比べてみようと。はい、決めてきました。これめっちゃ可愛くない？なんか全部可愛いって言ってるけど私これめっちゃ好きやわ。そのなんか私的そのままダランって着るのも可愛いけど、ここはね絞りがあって前だけ、どう？こんな感じで、なんか私はミニワンピが抵抗あるので M サイズ、ワンサイズ上げて着てみました。
なんかシルエットとかゆるっと着れるから M サイズにしてよかったなって思ってます。かわいい。どうですか、オーバーめのダウンやけどワンピースの方が長いからバランス感ちょうどいいね。かわいい。私これ一番好きかも、このコーデ。どう？これちょっとデートとかにどうですか、みんな。みんなどう？オールブラックやけど可愛らしさがさりげなくあるけど可愛らしすぎてない感じ。めっちゃ可愛いね。見てここ、襟可愛くないですか。ちょっとねちっちゃめの襟があって、でここがドルマンになっとるのが可愛いよね。これマジでおすすめよ。私首がねすごいボリューミーやからなんかシュッて見えるかもしれん。はい、こんな感じで終了。はい、今回はユニクロのプラス J 商品をアウターメインでコーデをしてみました。大量に着てみてめっちゃ着回ししてコーデを組んでみました。どれも可愛いけど最後に着ちゃったのもあるけど、このワンピースがめっちゃおすすめで、アウターはこれも最後やけど最後のダウンがボリューミーやけど着られてる感があんまり出にくいのですごい形が綺麗で、なんかこういうワンピースにも合わせやすいなって思いました。ちょっとねお高い商品もあるけどマジでデザインもそうやし本当に質がいい。このシャツもそうやし一つ一つお上品で可愛かったです。この動画アップしてから売り切れちゃってる商品もあるかもしれないからマジで急いでください。あと分かんなかったらすぐコメント待ってます。でいつも通りね概要欄に貼っとくのでよかったら見てみてください。それじゃあバイバーイ、ありがとうございました。じゃねー。真冬はコートの下でもちょっとワンピースやから寒いからしっかりタイツとかこうやってだらんでして細身のパンツとか履いても可愛いし、あとヒートテックしっかり着てこれ着るのおすすめです。それじゃあバイバーイ。